32S&W ロング弾はアメリカのスミスウェッソン社が開発した拳銃用弾薬である。1896年スミスウェッソン社が発売した同社製発の近代的なスイングアウト方式の32後継リボルバー M1 ハンドエジェクターの使用弾薬として1 0 0年同社で開発された 32S&W ショート弾をベースに開発され 1893年にコルト社が開発した32コルトニューポリス弾とは寸法、性能的にほとんど変わらないために互換性もあるという。両者の弾薬で異なるのは先端に装着された弾頭形状の違いくらいで32コルトニューポリス弾は弾頭の先端がフラットノーズなのに対し本弾薬はラウンドノーズとなっている。本弾薬は 32コルトニューポリス弾と共にアメリカにおける32後継リボルバー用弾薬のスタンダードとなりその後長期間にわたって使用されたストレートタイプの新中性の薬莢を持ちリボルバー用弾薬であるため薬莢の底部はリムドで発射薬として当初は黒色火薬が装填されていたがその後改良が加えられ圧縮黒色火薬となりさらに後年には 無縁火薬に近代化された。2020年現在、実用拳重要の弾薬としてはほとんど使用されていないが、国際競技が行われている精密射撃競技の一つであるセンターファイアピストル25メートル競技では広く使用されている。他にインドでは、五神目的にイオフ32リボルバーとして知られるウェブリーマーク4の単純新モデルとともに使用されている。 32ACP32S&W ロングワックスカッター 380ACP ありがとうございます。